どうも、キスケです。本日はゴジータブルーに全開アビリティ2つ乗っけて使っていこうと思います。まあ、ゴジータブルーそもそも強いキャラクターではあるんやけど、まあ、僕4凸とかなんですよね。なので全開アビリティで火力を補ってめちゃくちゃにしていくという感じで使っていこうかなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしました。劇場版パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。さあ、ゴジータブルー、まあそもそも火力は低いキャラクターではないんですけど、まあどれほど出るのかっていうところですよね。安定感はより増すんじゃないかなとは思ってます。ダメか。 OK、 はい、受け流していく。あ、これ劇場版やん。劇場版ブロリーですやん。やべ、いやー気絶はなかった。よかった。はい、あー、いい火力、いい火力。そう、ただこれ傍若に捕まっちゃうとめんどくさいんで変えていこう。はい、いいよ。はい、ダーン。あー、出てくるか。 OK。おー、嘘。マジか。これはやられた。びっくりやわ。まさか撃ってくるとは思わなかった。あ、耐える。嘘。マジ。ブロリーのライジングを。すげえな。あ、そっか。はい。おい、変身できないおじいちゃんになっちゃったね。かわいそうに。変身できないただのおじさんになっちゃった。はい、かわいそうに。 OK。 はい、さあこれで、ようやくライジングの通りが良くなったけど、全然溜まってないね、ライジング。あれおかしいな。はい、入らない。残念だ。はい、回復して、お仕置きが必要ですかね。オッケー、これはもうゴジータでいこうか。ただこれライジングで落ちそうやね。なんなんそれ、すげえな。めちゃくちゃ出てくるやんけ。これ究極で落ちるわ。はい、さすがに死ぬ。マジ、ボージャックの変身を止めた時が一番生を実感するわ。ライジング、はい、決まれば落ちると思う。ナイス。さあこれでラストやね。ただ一回捕まっちゃうと多分メインアビリティからの必殺アースで死んじゃうと思うんだよな。あ、さすがに耐えるか。硬いな。これが全開アビリティを2つ乗っけたゴジータブルーの力なのか。はい、うそん。 OK、 来い。残念。ダメか。なに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 、どうした。
すげえな、急にラグくなったな。はい、あざした。さあ、マッチングしました。再生パーティーですね。対戦やっていきましょう。お願いします。まあ、これでいくか。俺が一番丸いでしょう。お願いします。OK。黄色の通りがめちゃくちゃいいね。個人的には復活セル出てくるのかなとは思ったんやけど。そんなことはなかったな。お願いします。お手並み拝見ですね。そう、 OK、 最速 OK、 このまま殴っちゃおうか。で、ゴジータブルーに変えよう。 OK、 確かさ、レジェロのピッコロってさ、落ちバフあったよね。びっくりマーク。ヒューこれは助かる。ただ出てくると思うんだよな。だよな。これはつらい。つらいっていうかだるいな。さすが魔人ブー。害悪。はい、早速。はい。いいよ。硬いね。硬い。すさまじく硬いです。はい。全体回復もう使ってくれたのはありがたい。通常で返して、これどうすっかな。手札機。あー、無理か。なんで？すごいね。すごいよ。ただこれはさすがに、繋がってないんでね。ちょっと待てや。危ねえぞ。 OK、 ライジング打つか。はい、読めれば美味しい。うまっ。うまい。これ久々に読んだわ。久々に読んだ。マジで助かる。 OK、必殺圧でライジング貯めますか。はい、 OK、 ライジングで良さそうやね。あ、うん、欲張った。欲張りました。反省します。落ちるか。残念。いやー、見られたかこれ。うわ、すげえ勇気。いやー、これ危ないよ。通常打撃出てや。怖すぎるよマジで。OK、予約圧で攻めよう。究極圧じゃ落ちないよな。まあライジングでいいわ。はい、欲張っちゃダメ。あ、そうか、落ちバフ狙いか。じゃあライジングでよかったわ。いやー、両成敗。 OK、 さあラスト。ラストじゃねえ、メインで見て。よし、ナイス。さあラストよ。あお、怖い。これでバニシング奪ったんでいけるね多分。入りそう。よーし、勝ちました。いや、怖えな再生やっぱ。 OK、 あざした。
さあマッチングしました。孫一族パーティー対戦やっていきましょう。なかなか怖いなこのパーティー。復活多分またな。復活親子バカ野郎かな。バカ野郎か。あ復活出てこないのか。なるほど。ってことはこれはまあライジング打てれば一体落とせるのかなっていう感覚かな。さすがサイヤ人。遅い。はい、やべ。残念。いやダメか。初手はくれてやるさ。危な。いや射撃カウンター怖えな。速圧入る。ただやっぱりバドスじゃきついかこれ。オッケー。おい、射撃カウンターがなければまあ攻めれるよね。さすがに。え？あー噛み合っていく。なんだそれは。いやーここキャラチェーン。これあれやな、ちょっと特殊カウチェーン向こうでライジングぶち込みたかったけど無理か。はい、メインも使っちゃおう。気力相当奪ったんで多分バニシングはいけるね。 OK ライジングでいけそうかな。与えるだけ与えてライジングで耐えられますか。耐えないで。必殺圧ないと厳しそう。硬っバカ野郎。めちゃくちゃ硬いやんけ。あよかった必殺圧押さんで助かる。ガチガチ山やんけほんまに。嘘だろうが。なんだマジで言ってんの。リアリー冗談だろ。救急カーツ。はい、ただもう救出使ったんですよね相手は。耐えんのか。悲しいな。ちょっと悲しくなっちゃった。単発も結構使ってくるんだよな。それ良くないよね。避けてる。オッケー。これはありがたいよ。はい。あ、落とすのか。なるほど。射撃。あれ？嘘。ここで。マジかよ。マジかよ。なんてこったい。まあでも多分いけとったでしょう。相手のライジング不死身で受けれるしね。さすがに多分いけたはず。強えよ。強えよ。親子強えよ。やべえよそれは。まあこれで勝ちでしょう。でもなコンピューターライジング呼んでくんだよな。クソめんどくせえ。まあ体力1にするから大丈夫か。ああよかったわ。オッケー。いやゴジブルの覚醒アビ2つ強いね。うん相当強いと思うわ。果たした。
また戦おうぜ。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はゴジータブルーに全開アビリティ2つ乗っけて使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ火力もあるし、そこそこ硬いし、やっぱり打撃カバチェとかね、特殊カバチェ無効が、まあ、環境に刺さることが多いんで、だいぶ良かったんじゃないかなって思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。